そうもん、そうだよね、もうこの時間だもん。しまって、リップ塗りたい、リップ。この時間だもんね、だってもう。よいしょー。ね、眠たくなっちゃう。本当も眠たいけど。やほずー。レインボーさん、ありがとう。もう明日行きます、楽しみにしてます。うん、ありがとう。ご飯いっぱい食べちゃったよ、本当にありがとう。あ、薄めでも可愛い、ありがとう。マジで今日薄いです、顔が。ありがとう、ハート。明るすぎ、そんなことない。ありがとう、ハート。待ってたの、ありがとうね。ずっとできてなくてさ、ショールーム。そう、シュークリームありがとう、ハートもありがとう、ケーキとかありがとう。ずっとできてなくて、そう、だからなんかいろいろさ聞きたい感想とか聞けなかったからさ、ちょっとこれを機にね、聞いていこうかなみたいな。ありがとう、ハート。ラムクーヘンいいでしょう。いや、明日寒いの。そうなんだ、ありがとう、ハート。ありがとうね、ハート。ケーキもありがとうございます。影になっちゃう。ああ、いいね、いいね。ちょっとね、静かにしてるんです、夜だから。夜だから静かに。そう、コンサートの感想などをね、今日はたくさんね、いっぱい、いいね、よかったよって褒めてもらえて、めちゃくちゃ嬉しかったんですよね。やっぱね、特にね、多かったのはね、こよちフラグですね。今日めちゃくちゃ言ってもらった、こよちフラグ嬉しかったです。私もね、すごい思い入れがありまして、ありがとう、ありがとう、ハート。ちょっと待って、長くなりそうだから、ちょっとある程度時間が経ったらいろいろ言うね。ありがとう、ハート。カップみたいな会話になっちゃって、さすがにガチ恋になりかけました。恋してよ。恋しちゃいな。ありがとう、ハート。明日早寝、先寝ますね。寝てね、みんな。ありがとう。こうしてみると、あざとかわいい。ありがとう。明日もたくさん話そうね。話そうね。楽しみにしてます。ありがとう。画質めっちゃいい。あんず、肌加工全然気をつけてないから。画質よく見える。話したいことまだあったから、明日よろしくお願いします。え、楽しみ。なんだろう。ハート、ありがとう。オールナイトフジコ見てくれてありがとう。ハート、ありがとう。そう、リップツヤツヤでしょ。これね。まだ咳がめちゃくちゃ出るんですよ。これね、これめっちゃいい。ぜひ。なんか声出ない時だったら、明日久しぶりに会話できません。そうだけど、なんかちょっと咳がまだ出てて、ご迷惑をおかけするかもしれません。ごめんなさい。ケーキありがとう、ハートありがとう。元気、元気は元気なんだけど、ちょっとね、まだ体が追いついてなくて。でもめちゃくちゃね、楽しくて、もう元気に過ごせてよかったです。愛してる、ありがとう。なんか自分の言いたいことをね、喋れるって幸せだなって本当に思いましたね。ありがとう、ハート。むしろ薄めが可愛い、本当。なんか薄めだと大人っぽく見えるよね、なんか。ありがとう、ハート。そう、こよちフラグの話をしますと、あ、藤子目立ってた、ありがとう。ケーキなどたくさんありがとうございます。そうですね、私が初めて出た SK48 の周年が14周年コンサートだったんですよ。それね、私たちはシングルブロックはね、一人一曲だったんですよ。先輩たちと一緒に踊れるのが11期の当て込みが、
それで、アンズと強化が恋落ちフラグで、くるみとリーナとさくらがスタンドバイユーで、でユーネが無意識の色だったんですよ。でそこで初めてね、先輩方と一緒になんかこうシングル曲にね出演させていただいて、でその時の曲は恋落ちフラグで、そうなんですよ、めちゃくちゃ覚えてて、先輩方と一緒に合わせたりとかして踊ってたのをすごい覚えてて、で15周年コンサートの時やらなかったのかな、やりました、やりました、めちゃくちゃ一番端で、2階の一番端のところでめちゃくちゃ落ちそうになりながらやってましたね。去年は高かったんですよ、ステージが。リクアワの時の階段があったのでね、段があってすごい高いところで踊ってたんですよ、去年は一番端で。なんですけども、今年はなんとね、全員の中でもセンターで恋落ちフラグをねやらせていただいて、いやもう本当にね、今は考えられるけども本当に嬉しいですし、ね、みんなにパフォーマンス良かったねって言ってもらえたのもすごく嬉しくてその分ね、もちろん気持ちがめちゃくちゃ強くて、もうやってやろうっていう気持ちがねすごい強い曲だったから、特にすごい気合入ってたのでね、みんなに褒めてもらえたのすごい嬉しいし、もっと見てもらいたいなって思いました、私は。はい、ありがとうだるま、ハートありがとう。そうそうなんですよ。で言うとね、もうセンターをさせていただいた曲は全部思い入れがあって、それこそあれですよ、賛成かわいいね、賛成かわいい2日目やったんですけど、ジュリナさんのポジションをさせていただいたんですけれども、あの曲はですね、私たち11期生がオーディションでね踊った、だからもう言ったら SK48 の楽曲で初めて踊った曲なんですよ、賛成かわいいが。だからそんな曲をね、こう SK48 のメンバーとして踊れたのがすごい嬉しかったし、いやすごいエモいなって思いましたね、あの時のね、あの光景とかは絶対忘れたくないですし、これからもみんなにね見てほしいなって思いましたね。ありがとう、あとハート、あと片思いファン、いやー片思いもね本当に、いやびっくりしたよ、来た時松井ジュリナのところにオムランズがあって、いやびっくりしたんですけど、これはきっとね、なんだろう、大村に託したっていうねメッセージだと思って、私はねめちゃくちゃ練習して挑んだんですけれども、それもねめっちゃ褒めてもらえて嬉しかったです。今日もね実際に握手会とかトーク会とか来てくださった時に、片ファイ良かったよとか言ってくれたりとかねして、いやー嬉しかったですね、とっても。直接聞けたのが嬉しかった、みんなに。ありがとうハート、よかった、かっこいい姿をね見せれてよかったです。アンズがねもうめちゃくちゃしつこく、もう絶対来てね周年って言ってたからね、みんな来てくれて嬉しかったし、配信とかね見てくれてた方もありがとう。ちょっと明るすぎる、いや嬉しかったな本当に。ありがとうね。ウィアーもそうなんですよ、ウィアーグランドアップでもねさせていただいて、いや本当にねエモすぎて、ありがとうハート。懐かしいしね、まずウィアーも配信始まる直前に目覚めて、すごい、それすごすぎ、ありがとうハート。あとあと明日会いに行きます、待ってます、待ってるで。俺の相手藤子くまさんの曲紹介の時、色鮮な動き一緒すぎて笑った、一緒だった、すごっ、ありがとうハートマジで喉が弱くなっちゃって、
いやでも逆に考えたらコンサート3日間プラス制服の目まで持ったじゃん一応体が。だから良かったなって思った。休みの日だから次の日はね、だから良かったなと逆にね思います。カメ子さんも、カメ子さんも本当にたくさんありがとうございます。めちゃくちゃ保存しましたし嬉しかった。たくさんの方がね投稿してくださっててめっちゃ嬉しかったし、いやなんか今までからしたらありえないぐらい撮ってくださってて、そうまあね前は研究生だったからそう嬉しかった。ありがとうございます。嬉しい、エモいですね、いろいろ。アクスタぜひ注文してください。いいね、ありがとう。いやそうなんですよ、去年は全てと言ってもいいほど全部恥だったので、すごい覚えてるし、それもその光景とかも。だからもう今年はねリハーサルの段階からもう全てが違いすぎて、いやよりね気合入りましたし、去年のその気持ちがあるからこそ誰よりもやってやろうっていう気持ちがあったと思うのでね、全ての経験は無駄じゃないと思っております。はい、シュークリームとかありがとう、ハートありがとう、ありがとう、水とかね飲んでありがとうございました、ありがとうございましたじゃない、ありがとうございます、ありがとう、ハートありがとう。なんかね笑うとむせちゃうというか、そうだからちょっと今冷静っぽく見えるんだけど全然テンション高いんですよ。そう笑うとむせちゃうの、何なんだろうねこれは。だから多分大きく息を吸いたり吸ったり吐いたりするのがむせちゃうんですよ。本当にダンス経験ゼロですか。そうなんですよ、何も分からず入ってもう3年目なんですけど、はい、まだまだ学ぶことは多いですね。はい、多いです。まだまだできないこといっぱいあるから、それできるようになるのが楽しいですね。はい、ありがとうハート、頑張った、ありがとう。いや終わっちゃいましたね、長かったリハ期間だとね。センターのマジ前の人の頭の向こうだったのよ。あ、そうだったんだ、ありがとうハート。そうオーディションの曲だったの参加は、だから激エモでしたね。結婚してしようね、ケーキありがとう、惚れ直しました、嬉しいケーキありがとう。いやーね、あのアーカイブ見たい、マジでめちゃくちゃ見たいです、楽しみだな。うん、なんかまず全員をねバックにして、そうそこに立つっていうのはね、いや今まで本当になかった経験だったので、いろんな経験をさせていただきましたねこの16周年コンサートで嬉しい、いっぱい褒めてくれてありがとうございます。いやめちゃくちゃ緊張したよね、3日間ずっと緊張してたいや本当にそうなんですよね。あ、そう、あの皆さん、あのエスカワイイのグッズは今日までだと思うのでお忘れなく。お、今日まで、あれ今日までだっけ、明日まで、明日までかだと思うのでお忘れなく。マジで今日本当にメイクが薄い。まあ今日はお姉さんということで、ありがとう、あとありがとう、明日までです。そうです、じゃないロマンティックオートリアリスティ
夢こぼしたらごめんなさいね。本日ありがとうございました。大好きです、大好きだよ。みんなありがとう。今日めちゃくちゃ楽しかったよ。明日もめっちゃ楽しみやし、明日はハロウィンが近いということでデビルになります。でマジモンの悪魔やってみたくて、今日はね天使だったので、まあ明日は悪魔ということで、あのすごいね天使と悪魔の差をね楽しみにしててください。特にマブのメッセージ、私当てかと思うくらい嬉しかったありがとう。好きなんだ、君が好きなんだ、ありがとうハート。いいねしたよ、かめこさんの、嬉しかった。初めて会った時から、ありがとうハートいやそうなんですよね、逆に元気でコンサートができてもうよかった。名探偵の話もしたいの。そう、名探偵アジアン先輩アニメすぎて可愛かった。嬉しい、それがねめちゃくちゃ一番の褒め言葉なんだけど、まさに結婚してしようね。褒めたいこといっぱいありすぎて、あんたの前に行くと言えないまま終わる。そうなの、また教えてね。そう、名探偵なんだけど、なんだっけ、先生になんかアニメの中にいる主人公になりきってみたいな言われてて、リハの時に結構いろいろなんか試行錯誤して、11期と12期でみんなでなんかね合わせたりしてた時に、もう主人公になりきってみたいなこと言われて、それをね意識してやってたら本当になんだランズの表現が通じたというか、本当にねみんながそうやってなんかアニメの世界にいるようななんか表現受け取ってくれてね、言ってくれて嬉しかったね。ってそれはさ何アニメから飛び出してきた人になるのってむずいじゃん。だけどなんかそれをね分かってくれて、みんな結構いろんな方がね言ってくれてて、すごい先生の言う通りの表現できたと思ってめちゃくちゃ嬉しかったの。そう、こういうことかって思った、嬉しかったです。ハートありがとう。アクスタ注文した、え嬉しい。スカイナンズちゃんめっちゃ好きだから嬉しい。え本当？やったありがとう絵になる女でした、ありがとうございます。それだかすごかったみたいで、そうなの、嬉しい、やったミヤキャクダンスのストーリーのダンス、えミヤキャクダンスのショート動画見て寄らせてもらいまし、やばすぎ、それやばい。初見さんありがとうございます。 SK48 チーム S のオームランズです。はい、やばいですねそれは、嬉しいです、ありがとうございます、ありがとう、本当にめちゃくちゃ嬉しいんですよ。そういったことは今ねありがたいことに私の動画すごい いっぱいね見ていただけててね、嬉しいめちゃくちゃ嬉しいんだよね、ありがとうございます。ちょっと自分で見るのは恥ずかしいんですけど、まあでもね見てるはいるんですよね、もっとね上手くなるために見てはいるんですけど、ちょっと恥ずかしいなって思うんですけど、なんかコメントとかすごいね褒めてくれて嬉しかった、自信になりますね。まだ無双状態にすごかった、ありがとう。風邪はね引いてました、数日前まで。はいゼナルロマンティックの制服めっちゃ可愛くて待ち受けにしました。嬉しい、やった、いいこと起こりそうだね、ありがとうハート。もめたいこの英語ありがとう。こよちセンター立った時メンバーに思えるしかないのであんたとってて本当に泣けるほど嬉しい、ありがとうありがとう。めっちゃ緊張したんだから
ね、健康で痛いよ。もういつからかこんなようになっちゃってさ、ズボンめちゃくちゃ悔しい。風邪とか本当に引かないタイプって、もう本当に元気な人だったんですけど、なんかね崩しやすくなっちゃってね。まあそれが課題ですね、アンズの今。ありがとうございます。いやありがとう、だるまありがとう。嬉しい、みんなのみんなのほお褒めの言葉ありがとうございます。そうですね、 MC でも言ったんですけど、本当11期はね6人のはずだったんですよ私の期の。そうなんですよね。いやーすごい面白いこともあるもんですねとか言ってられないんですけど、ちょっとねそういうおっちょこちょいなとこもあるんですけれども、まあ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 、まあ、今があればよしということで。そう、本当に忘れてた、忘れてたというか返すとかそういう概念がなかったです。危なかった本当に、まずいないとこだった。ありがとうハート、ありがとうハート。漆黒かもね明日はね。え、前髪切った方がいいかな、めっちゃ迷うんだけど。あでももうああいうのもないわ、結婚してんしようね。まだまだたくさん写真あげる、え楽しみ。あコウモリありがとう。うん、コナン君でもアラレちゃんでも何でも嬉しい、やったーってなりました。そう、11期と12期の名探偵可愛かったでしょ。いやフレッシュだったと思うんですけど、どうですか。そうココミンもねアゾチルですからアズチルですからね。ね、アンズの意見を全肯定してくれるから、国民は。ほんまに。嬉しいですね、本当に。結婚して、しようね。いや、メガネはね、絶対につけたかったの。もうフィッティングの時から決めてた。これ全員メガネあるんですかってなって。嬉しい、絶対つけますって言って、つで、あのそのちかこさんもいてフィッティングの時にもちかこさんにも、うん、宣言してね、本番つけるってなったら結構みんなつけない派の子とかもいて、で迷うよねあれはね。でアンズは落ちるかなと思って怖かったの、そう踊ってたら絶対落ちるやんと思って。声枯れてる、でも好き、声めっちゃ好き、お大事にありがとうありがとうね。なんかね、あの声が出なくなった時からずっともうこの声になっちゃった。モンブランありがとう。そう疲れが止まらない、そうそういうことなのかもしれん。役年のお話したよ、もちろん。ありがとうハート。フューチャーヒョームランズ嬉しい、アンズが入ってくれてよかった、ね、嬉しい、そんなこと言ってもらえて。いやアンズもね、いやー SK48 以外でアイドルする人材はちょっと考えられないかも知らないっていうぐらい SK48 とか好きだし、もっと知れ渡るべきだと思います。私はね周年を通してすごい思ったし、思いました。もっとね、なんだろう、大きなステージに立ちたいなって思ったし、いや本当に立ち止まってられないですからね。
結婚してしようね。笑っちゃうよね、どんだけあれなんだって。あ、くまちゃんありがとう、ケーキもありがとう。びっくりするよね。そうね、びっくりさせちゃったよね、ごめんね。そうだね、6人だったんだよね、11期もともと7人なんですけど。待って待って、本当にありがとうハート。待って、なんかの話をしようと思ったんだけど、何だったっけな。え、マジ間に合ってよかった、本当ありがとう。何かな、あずちるって今一人、え、全然一人ほこみんしかね、その慕ってくれませんから嬉しいね。あ、そう、組閣ですね。そう、大事やそれ。いや、やっぱ触れとかないとなと思うんですけど。花束ありがとう。いや素直に言うと昇格したのになって思うし、やっぱ生誕されたトレアンズはすごいチームエースに行きたいなって、今のチームエースがに憧れがあったし、今のチームエースになりたいなって思ってた部分もあるので、なんかそのチームがなくなっちゃうのは寂しいし、自分もその一員になれたけど、まあまた、まあ、バラバラになってしまうっていうのはすごい寂しいし、ちょっとショックがね大きかったんですけど、まあ、よくよく考えたらね、こうスタッフの方もたくさん考えてくださってると思うので、 SK48 がいい方向に向くきっかけになるのであれば、なんだろう、すごいそれは変わるべきポイントだと思うからってすごい考えたすごいね、いろんなあれを考えて、多分そう SK48 変わるためには多分今必要なんだなっていう気持ちに切り替えて、だから本当に残り何回やれるか分かんないから、 S 公演が今のメンバーで、私は本当にまだ入って4ヶ月5ヶ月とかの人だから、なんだろう、なんか今までの思い出とかとかいうあれはないし、なんだろう、まだねこれから頑張ろうっていうところだったから、そう、なんだろう、なんか思い出がたくさんあるっていうわけでもないし、でもすごい思い出はあるから、寂しいはもちろん寂しいし、私たちはそのチーム今、まあ、S に限らずね、今のチーム S、今の K2、 今の E があって、そのチームどこなん構わず、どこのチームとは何問わず、そのチームに入るために昇格に向けてそう頑張ってたから、で複雑な思いももちろんあるんですけど、でもきっと SK48 が変わるための第一歩だと思ってるので、皆さんも温かく見守っててほしいなって思いますね。なんかいっぱい語っちゃったけどなんかわかる、アンズがなんか思ってること伝わったかな、ありがとうハートまあ先を見てるってことですね、もう。はい、だからもう一回一回の公演を楽しんで行こうって思ってます。はい、そうだね、私たちはすごく複雑、今頑張ろうっていう、これからこのチームで頑張ろうって思ってたところだったからね、すごい複雑っちゃ複雑なんですけど、でもね、この歴史的瞬間に立ち会えたっていうことでポジティブに考えましょう。ゴエスセンター、しびれた、ありがとう。
ね、13期生も始まりますし、私ももう先輩ですよ。はい、ありがとうハート。え、きちんと納得はしてる。うん、もちろん納得してるし、まあまあ正直ね、まあ、あるだろうなとは思ってたしね、どこかで。なので別に本当に何も嫌だなっていうあれはないのでね、まあ、ちょっと組閣について私があまり分かってないっていうのもあるかもしれない。そう、経験したことがないからね。レンボスターありがとう。きっとね、まあ、変わらずどこに行ってもどこに行ってもね、アンドのこと応援してくれたら嬉しいし、 SK48 好きで行ってくれたら嬉しいですね。うん、なんかいっぱい語っちゃった、思ってること。音符ありがとう。そうなんだ、10年なかったの、それも知らないからさ、ず。それは歴史的な瞬間だ、それは。そう、今 SK が変わるしかないってね思いました。まあね、こんな、ね、なんかね、こんな11期が言うのもちょっとあれなんですけど、私はそう思ってます。ありがとうハート。まあね、私とかね、ファンの皆さんがって思いながらね過ごすのもあれなので、もうどうせだったら楽しくね行きましょう。そう、チームがあることがありがたいと思うし、本当そうって思いますね。なんか本当いろんなことがいっぱいあって、いや追いつけないっていうのが正直かも。だけど、まあ明日もね特典会が待ってますし、来週にはトースピットも待ってますし、いやね、もう人生一度きり、いや本当にね楽しんだもん勝ちなんですよ。これをいかにね楽しむか、人生一度きりだから、皆さんが今のこの年齢で過ごす10月19日はもう今日しかないので、楽しい方を選択していきましょう。ありがとうハート。ありがとうみんな、そんないいこと言ってくれてありがとう。嬉しい。ハートありがとう。まあ、何があっても応援する。ありがとうね。いや、ほんとに。悔いのないようにね、行きたいですよね。名言でしよう。そうだよ、ほんとに。楽しいことした方が絶対に楽しい。前向きな姿勢に救われる。あ、よかった。そう、楽しくいきましょうね、皆さんでね。強気で人生で今日誕生日です。え、誕生日なの？おめでとう、イエーイ。楽しい誕生日になったかな。おめでとう。そうなんだ、おめでたいね、それは。ありがとうハート。いや、そろそろね、もうこんな時間になってしまって、ちょっと今何時かちょっと分かんないんだけど、やばい、ちょっと語りすぎてしまった。みんなありがとう、聞いてくれて。私アンナちゃんに会う一日を選択します。素晴らしい、それは大正解。もう大正解です、それ。アンナがもうめちゃくちゃ楽しませちゃうからね。いつも勉強させれます、アンナから。そんなそんな、ありがとう。は、今日はね、もう速攻寝ます。はい。明日もね、36分か、まだ。まだいけるか。
とか言うとみんながね逆に寝らなくなっちゃうから、安藤ちゃん一番作った大絶賛安藤と言ってた、嬉しい。そうこれからお風呂です、はい、楽しみ。明日もありがとうハート。そうなの、明日も一部だからね、ありがとうね。あの日の好きが増した一日になりました。あんずもだよ。みんなありがとう。カップケーキとかもありがとう。私も一週間前大丈夫でした。おめでとう。配信とかさ、できなくて、その期間、本当に。おめでとう。楽しい一年にしようね、絶対に。ありがとう。今日、あんずちゃんの沼に落ちました。あら、ようこそ。あら、ようこそ。これからよろしくね。明日日曜日だから大丈夫。待って、アイプリ見れない。アイプリ明日もちょっと見れないけど、いろいろ深い話はちゃんとしたいですわ。しようね。ちょっと語りましょう。皆さんトーク会などお待ちしております。はい、語りましょう。あのお悩み相談とかのいつでも受け付けてますんで、まあ、ここではね言えないこととか東海とかで言ってもらって、しばらく落ち着かないからまだまだ配信してくれ、構わないですよ、ほんと。じゃああとちょっとやって終わろうかな。モンブランありがとう。結婚してしようね。あとありがとう。まだいたわります、ありがとう。お恋愛相談でも何でもお待ちしてます。お悩み相談もう何でもポジティブに何でもポジティブに、はい、話してください。何でもポジティブに返します。あ、オンラインなどもそうお待ちしております。私も日曜毎週バイトかアイプリ見れないね。そうね、日曜日の10時って結構ねあれだよね、忙しい。今日あっち向いてほい、幸せだ。確かに明日しようね、しようね。そしてね、幕張はね、たくさんの方が今日来てくださって本当にありがとうございます。いやね、正直ね、直前まで全然あのずっと残ってて、いや本当にどうなることかと思ったんですけども、今日はたくさんの方が来てくださってめちゃくちゃ嬉しかったし、いや本当に感謝だなって思いますね。今日楽しんでもらえたかな、みんな。アンドちゃんが好きすぎて苦しいな。それはすごくいいと思う。だってね、うん、なんかその人のを思って人生生きれることがすごく素晴らしいと思うし、それでね嬉しいこととかもね分かち合えればね、人生ハッピーになるんじゃないかな。だからアンズがね、みんなにもっといいニュースをいっぱい届けられるように、はい、頑張りますね。シュークリームありがとう、ありがとう。ケーキありがとうございます。今回どこも緩和出るの早かったみたい。あ、そうなんだ。蒸気でアイマスク、待って、あんずね、それ結構やってたんですよ、リハの間だけどさ、起きたらさ外れてんの。え、だからいつ外れてんのか分かんない。多分もう寝たらすぐ取れてんのか分かんないんだけど。そう、4回ぐらい鉄こぶしされました、しました、した記憶もありますね。そう、アンズレンいっぱい来てくれて嬉しかった、楽しかった、めっちゃ嬉しい。好きいっぱいやってごめんな。え、全然だよ、いっぱい言わせて、ありがとうハート。ありがとう。依存してる感あるか、よくない、依存の目なのかな。生きがいありがとう。ね、寝てる間にどんだけ暴れてんのっていう話だけど、あんた寝相はいいと思うんですけどね。はい、
家から徒歩3分やばい、豊洲ってどんなとこに住んでんのすごすぎ。ありがとうハート。うん、自称ね、根津はいいと思うよ。はい、はよ寝ますということで、では壇上を読みたいと思います。13位 OP ありがとう。12位アンズかわいいさんありがとう。11位最善の紳士ありがとう。10位一元ありがとう。9位小判ありがとう。8位リバータウンありがとう。7位花ぷんありがとう。6位ナルタンありがとう。5位ヒットありがとう。4位 JF 長官ありがとう。3位ともちんありがとう。2位トシありがとう。1位こうちゃんありがとう。みんなありがとう。めっちゃ喋っちゃったなんか一気にいろんな話してしまってね、楽しかったです。明日も楽しく過ごしましょうね。ありがとう、ありがとうハート。じゃあスクショタイムちょっと軽めにね、せーの。あ、影になっちゃう。うんうん、はいはい、オッケー。で明日も元気に会えますか皆さん。ありがとうね、また会おうね。